首都圏ではきょうから緊急事態宣言が発出されましたが奈良県ではきょう新型コロナウイルスで55人の感染が確認されました一日の感染確認が過去最多を更新し県は会見を開きました奈良県において本日新たに55例の方がコロナウイルスの感染者として確認されました県は今日の会見で 県内で確認された一日の感染者数が過去最多を更新したことを発表し改めて感染予防対策を呼びかけました感染が確認された55人のうち1人が中等症残りは軽症または無症状です居住地別では橿原市が12人奈良市が8人などとなっていてこのうち クラスター・感染者集団が発生した大淀町の養護老人ホーム三好の園と大和高田市のどんご病院でそれぞれ新たに1人の感染が確認されましたこれで県内の感染者の累計は2266人入院中の人は246人となりました また新井知事はきょう首都圏での緊急事態宣言が発令されたことについてコメントを発表し医療提供体制の確保を最重点課題であるとし危機感を持って状況に応じて医療体制を見直しつつ感染防止と重症化予防に努めるとしましたまた県民に向けては首都圏への不要不急の往来を自粛するよう呼びかけました